はい、皆さん、こんにちは。中古のランドランを買ってレストアするという、進捗の報告の動画です。外せるパーツを全部外しました。BB の右腕が外れないかなと思って焦ったんですけど、普通に外れました。しかもちょっと専用工具買おうかと思ったんですけど、普通に手持ちのモーターレンチで外れちゃったんで、結構拍子抜けですね。で、まあ、フレーム、磨けるところは磨いて、まあ基本的にこの感じでいこうと思います。ちょっと裏返すんですけど、まあシールはこうやって残してます。元々の前回の動画の時はシマノのシールが、右側に貼ってあったんですけど、それは剥がしちゃいました。まあ基本この感じでいきます。ちょっと残念だったのが、これですね。チェーンステイのこのガードを、これがちょっとゴムがもうひび割れちゃっててちょっと使えなさそうなんで、代替品を探したいと思います。それから、クランクを磨きました。まあ、ちょっとこうやって、動画で見ると、まあ、ちょっと黒く点になってるように見えるんですけど、これ傷で、まあ、もともと傷だらけなんで、まあ、ある程度っていう感じですね。一応、パフ掛けまでやったんですけど、まあ、多少綺麗にしました、みたいな。で、実はこれ、クランク自体はこれ栄なんですけど、右側の。左側のもともと違うメーカーの165がついてて、それを買ったお店に言ったら、なんか、じゃあいらないのあげるよっていうことで、これシマノもこれアセラーみたいなんですけど、まあとりあえず、まあ左側も170で、まあ左右ちょっとメーカーと全然時代も違うんですけど、とりあえず同じ170のクランクをつけますって感じです。他に磨いたもの、はい。ステムですね。磨きました。まあ動画で見るとちょっと汚いんですけど、まあ実際は結構ピカピカになりました。日東のテクノミック、今も現行品であるらしいですね。結構今高いらしいですけど。それから、リアだけ、泥除けを一応叩き出して、まあこっちも、ベコベコなんですけど、一番最初に比べたらだいぶマシになった。まあ本当にこの辺とかちょっともうだいぶ凹んじゃってて、叩き出したけどこんな感じなんで補強を入れないとなーって感じなんですけど、まあ、実物は言うほどひどくないかなっていう感じです。まあ、あとは、フロントフォークもある程度磨いて、っていう感じですね。まあ、ということで、なんかまあ、思ったよりどうにかなりそうだなと思いました。報告でした。ありがとうございました。